初めてのリアタイ動画。4連勝をかけた戦い。ミスター、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている近藤。上沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上、上沢、そして手を伸ばして取った。頑張れ村神様。初球ボール、インサイド落ちました。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。続きは明日。さあこれからバッターは近藤。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。インハイ決まっています。ノーボール2ストライクです。さあ3球目は何か、引っ張った。村上一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには指名打者の村上。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。はい、引っ張った。打球はライトへ。ここは外野へのフライ。打席には3番バッター坂本。ツーアウトになっています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。2球目打ちました。右中間に大きな打球、右中間を深く深くヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に浮かば、一塁蹴って二塁に浮かば。さあそして打席には丸が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。ああボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。158キロ、これはちょっと手が出ません。これが4球目、これは低めストライク。追い込みました。内へのスライダーはボールになります。これでフルカウント。引っ張った、取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。ホークスの攻撃、4番バッター柳田。ホークス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁。よし、チャンスよ。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。さあ一打先制のチャンス。待ってローズ。バッターボックスには代打のローズ。ヒットでランナーを二塁に置いています。打った。何してんね。取った。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。頼む野村さん。さあそして打席には野村が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから、今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。次が3球目。ストレート打った。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこのチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですね。打ち上げた。ワンバウンドヒットになった。これはどうだ。セカンドランナー高めのボール、わずかに左に切れました。ファールボール。2球目打ちました。安定のショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。ここでホークス守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターボックスは5番高橋。ホークス1点リードで迎える最終回です。アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。ローズ
アウト、ワンアウトです。打順は6番岡本。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。158キロ、素晴らしいコントロールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。ナイスロー。バッターは7番に入っている大山。ツーアウトになっています。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。2球目打ちました。この打球はフライになる、内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。